どうもこんにちは、ポテトです。今回はハント初心者の方向けの短い武器紹介動画です。慣れないうちはライフルやハンドガンがなかなか当たらず、もし当たっても2発目を外してしまう方が多いと思います。そんな方におすすめしたいのがショットガン。今回はこちらのロメロを使っていこうと思います。これはショットガン全般に言えることですが、ショットガンは近距離で強力な分、距離が遠いと戦えません。ですからショットガンの立ち回りはいかに相手との距離を詰めるかにあります。つまり肩待ちとこっそり近づくことが大事になってくるわけです。それでは早速動画の方に移っていきます。足音を消して遮蔽物を利用しながら相手に近づき、チャンスを伺いましょう。簡単でしょ。何も常に隠密が必要なわけではありません。要は相手との距離が近ければ自分から飛び出していってもいいのです。この動画では相手の足音を聞いて飛び出し、さらに倒した相手を燃やすことで味方の火を消しに来ざるを得なくしています。個人的な感覚としてはショットガンは頭より首や胴体上部を狙った方がいい気がします。またショットガンにもいろいろ種類があり、どれも一長一短なので好きなものを見つけてみてください。私のお気に入りはロメロとカルドウェルです。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。ポテトでした。